5分でわかる絶対痩せるダイエット法、今日は1話目です。インチキダイエット業界を一刀両断。皆さんこんにちは。日本一わかりやすいダイエット指導をしているダイエットトレーナーの根岸です。皆さんも私のダイエットメールマガジン読んでくれましたか？このメールマガを読むと私の動画がより一層理解が深まります。この動画の下の概要欄にそのメールマガの登録の URL を貼っておきました。無料なのでぜひ登録して読んでみてください。さて今日の話はこちら。なんと5分でわかる絶対痩せるダイエット法。今までの私のね動画は結構長めの動画が多かったので、皆さんからもっと凝縮してほしいっていうリクエストがありました。なのでこれから要点だけをぎゅーっと圧縮して、できるだけ5分で終わる動画を作っていきたいと思います。そして今日はその第1話目です。今日の話はですね、こちら。ホニャララの量をホニャララにするだけで痩せるっていうお話なんですね。よくダイエットっていうと、まず炭水化物の量とかタンパク質の量とか脂質の量、これを皆さん気にしがちですけれども、今回の話はですね、こちら、この3つをどうするかっていうと、この3つはなんとなんと3大栄養素のことは気にしなくて OK っていう話なんです。なのでやりやすいですよ。そしてね、まず何するかって話なんですけれども、これ分かりますか？ホニャララの量をホニャララにする、これね、はい、こちら、夕飯の量を半分にする。そう、これだけで絶対に痩せるんです。そんなの嘘だって思ったあなた、ちゃんと理由があるんですよ。こちら見てください。いいですか？一番太る原因はなんだか皆さんご存知ですか？これがね、やっぱり夕飯の食べ過ぎ、これが一番太る原因なんです。私は今まで多くの方をダイエット指導してきました。そして3000人指導してきたんですけども、その中でほぼこちら 95% の人がこの夕飯の食べ過ぎによる痩せなかったりとか肥満の原因でした。これなぜだか分かりますか？その理由はですね、夜って皆さん家に帰ってきて何しますか？もう激しい運動とか体動かないですよね。つまり夜は皆さん寝るだけでしょ。寝るだけということはカロリーは消費しないんです。そう、なので夜は寝るだけでカロリーは消費しないから、食べ過ぎてしまうとその食べたものってどうなりますか？余るんです。めちゃくちゃ当たり前のことですよね。でもこんな当たり前のことなのに、皆さんは夕飯を一番多く食べてしまっているんですね。こちら見てください。朝昼夜っていう食事なんですけども、だいたいダイエット頑張ってるけど痩せないっていう人はどういう食事かっていうと、朝はね頑張ってる、昼もいい食事をしてるにもかかわらず、夜はですね、なんと3罰やらかしちゃってる、つまり食べ過ぎちゃってるんですよ。これなぜかっていうと、だいたい皆さんこう言います。夜って1日頑張ったご褒美だからって言ってたくさん食べてしまう。そして朝昼ね、頑張ったんだから夜ぐらい食べてもいいでしょうって言ってやっぱり食べ過ぎてしまうんですね。これが皆さん夜に食べ過ぎてしまう大きな原因です。この丸と×を数値化するとよくわかりやすいですね。例えば点数で言うと、朝頑張ったからプラス1点、昼頑張ったからプラス1点、でも夜やらかしちゃったからマイナス3点なんですよ。ほら、こうすると合計何点ですか？せっかく朝と昼頑張ったにもかかわらず夜やらかしちゃうからマイナス1点で負け越しちゃってるんです。なのでこちら、この3罰をなんとか改善すれば勝ち越せるんです。じゃあどうすればいいんですか？そう、見てください。夕飯の量を半分にすれば、ここマイナス 1.5 になるでしょ。そうすると合計どうなりますか？プラスの 0.5。 ほら、勝ち越せるんです。皆さんは毎日この負け越しを繰り返しているから、どん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 負けが進んでマイナスをいっぱい作っちゃう、つまり脂肪をつけてしまうんですね。逆に夕飯の量を半分にするだけで皆さんは勝ち越せるんです。
つまり皆さんは夕飯の量を半分にして、この勝ち越しした数字を積み重ねれば痩せること、そう、簡単に痩せられるんです。このダイエットの考え方っていうのはですね、原因を潰すやり方って言います。つまりこちら、ディフェンス型のダイエットって言えるんですね。つまり脂肪がついてしまう原因を、これを潰していくっていう考え方なんです。ダイエットにはオフェンス型とディフェンス型っていうのがあって、オフェンスっていうのは積極的に脂肪を燃やすことなんですけれども、このディフェンス型っていうのは原因を潰していくことなんですね。このディフェンス型ダイエットっていうのは BMI が25以上の人推奨です。これがね、 BMI 30以上だとサックサク痩せますよ、夕飯を半分にするだけで。これからダイエットを始めようっていう方、何から始めればいいかわからないっていう人は、まず夕飯の量を3大栄養素気にしなくていいから、まずは半分にしましょう。それだけで一気に体が変わってきます。ぜひチャレンジしてみてください。はい、今日の動画はいかがだったでしょうか。この動画面白かったな、参考になったなって思っていただけた方は、ぜひいいねボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。またこの夕飯に何食べればいいかわからないっていう人はですね、私低糖質パンを販売してますんで、ぜひね、その低糖質パンを使うとこの夕飯が一気に丸になりますんで、ぜひ試してみてください。この動画の下の概要欄にそのパンの詳細を貼っておきます。これからこのような要点をぎゅーっと絞った動画をどんどん作成していきますんで、皆さん興味があったらぜひ見てくださいね。今日は以上です。